はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。以前ね、紹介しました、この酸素用のタップですね、タップを今から交換します。ちょっとね、納屋のあまり電気のね、当たらないところっていうかね、にありますので、ちょっと見にくいんですけどね。でここはもともと牛舎でした。牛をね、飼っている牛舎でした。それとまあ昭和、まあ、50年の頃の建物なんでね、あまりこう使い勝手は良くないです。はい。ここにあるのがね、今使っているテーブルタップです。これを抜きます。よいしょ、これ1個で、見づらいんですけど、ここにあの動力のコンセントが来てます。これ左手でやるのは良くないんですけどね、まあ、ご了承ください。右手で やりますと見えなくなっちゃうんで、はい。これでね、古いテーブルタップが取れました。で多分同じメーカーだよね。買ってきたお店も同じ農家の店、みのりなんでね、多分同じメーカーだと思います。これ十何年経ってると思うんだよね。もうかなり、ね、年季ものです。よいしょ、あ、暗くなっちゃった。 これね、今センサー式の LED ライト使ってるんで、人が動かないと自動でね、切れちゃうんだよね。よっこいしょ、ついた。はい。人がね、うろうろしてればね、センサーライトつくんですけど、何秒だったかな、忘れちゃいましたけどね。はい。じゃあこれで新しいタップをつなぎます。よっこいしょ。やっぱりスムーズですね。こっちもへたってくるんですかね、こっちもね、わかんないんですけど。はい。で、これが、これ精米機ですね。精米機のコンセントを今から差し込みます。やはりあの缶号がきついですね。じゃあちょっと電源入れてみます。はい。特に問題なく動きますね。で、このね、古い方の、コンセントなんですが、これもちょっと中ばらしてね、多分あの接触がちょっと弱、缶号が弱くなってると思うんで、缶号を調整すればね、また使えそうなので、ちょっとこれ中をばらして、組み直してね、使えるようにしたいと思います。はい。ちょっとね、暗くて見にくくてごめんなさいね。はい。酸素用のタップの交換の動画でした。